はい、では今回は、PC は CPU が9割という内容でお話していきたいと思います。参考にするのはこちら、漫画でわかる CPU という本ですね。まあ、ちょっとややこちらの本難しめにはなるんですけど、導入として CPU を、学ぶ上で、ちょっと本に沿ってというよりはもうちょっと基礎的な部分についてお話したいかなと思います。なので、CPU というものが何なのかという、もう本当に基礎的な部分から、全体に見る CPU の立ち位置っていうのを知ることによって、で、CPU が何なのかっていうのを知ることができると思います。なので、この CPU っていうのを知っておけば、パソコンにおいて何が重要か、でパソコンにおいて一番重要である CPU 部分ですので、そこを理解するっていうのことから始めると、PC の理解ができるかなと思います。そこから IT の基礎知識への導入がしやすくなるかなと思いますので、今回 CPU についてお話していきたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。まず CPU の役割ですね、についてお話していきたいと思います。で、PC っていうのが何なのか、まずそもそもですね、そもそも PC っていうのは何なのかっていうと、PC って計算機なんですね。PC っていろんな機能があるから計算機じゃないじゃんっていう、そういった意見もあるかと思うんですけど、PC 内部で見てみると0と1で計算されていると。結構有名な話ですけど、PC は0と1しか分かりませんと。要は、計算機なので中で計算されている、例えば Excel だとか Word とかっていうのも、実は中で大量の0、1の計算がされてますよというようなのが、PC になりますと。で、じゃあ、計算をしているということは、計算を行うユニットが存在するわけですね。PC っていうのは、いろんなたくさん、マウスとか、キーボードとか、そういったたくさんの機能がついてるんですけど、その中で計算している機能っていうのが CPU なんですよね。だからこそ、CPU は9、PC の一番メインの部分であるというような、今回お話しさせていただきます。で、CPU で計算が行われると、CPU って何の略かというと、コンピューテーショナルプロセッシングユニットっていう、計算処理装置、ユニットが装置っていうのはあれですけど、計算処理装置なわけですね。なので、CPU っていうのが、まんま計算するユニットですよというような名前になっていると。で、じゃあ全体で見たときにどうなのかっていうので、こちらに、マザーボードの形、マザーボードを示しています。こちらが、パソコンの中に入っている、一番大きな基板であると。ここに、いろんな部品がつながれていくと。例えば LAN ケーブルだったりとか、LAN ケーブルここかな。で、あと、USB 端子とか、マウスとかが全部つながれていくというような流れになります。で、その中のど真ん中に、CPU が入ってますよと。で、このインテル Core i7、基本的に CPU だったらインテルが有名かなと思います。で、Core i9 っていうのが、何代目かですかね。で、i の後の数っていうのが、性能に依存するような感じになってます。なので、Core i7 よりも Core i9 の方が、性能が高いっていうような、そういった、ざっくりとした、イメージを持っていただければいいかなと思います。で、あと一応雑談として、CPU がど真ん中にある理由としては、いろんな、CPU とメモリとかはやり取りしないといけないので、そのやり取りしやすいように、極力部品同士の距離が短くなるように設計されているのがマザーボードなんですね。なので、この配置っていうのも実は全部意味があるんですよと。一番効率的な構造にするのはこの配置なんですよっていうのが、実はマザーボードにちゃんと、ノウハウとして組み込まれているっていうような内容になります。はい。で、今回も、このページでお話ししたのは、とりあえず CPU イコール計算機っていう役割、PC が計算機であって、その一番核の部分である計算をする部分が CPU であると。イコール、PC イコール CPU と言っても、過言ではないんじゃないかなっていうのを、今回このページでお話しなかったと。で、次は立ち位置ですね。じゃあ、他の部品と見比べることによって CPU がどういう立ち位置にあるかっていうのが分かってくると思います。で、こちらにタスクマネージャーの画面示してます。こちらコントロールシフト、エスケープキーでタスクマネージャーっていうのが出して、基本はプロセスっていうのが出されていて、それがパフォーマンスっていうところに見ると、各 CPU、メモリ、ディスクっていうのが、ハードディスクですね。っていうとか、ネットの通信とか、あと GPU とかっていうのが状況が見れるというような内容になります。ここはすごいいろんな情報入っていて面白いので、ぜひぜひここで見ていただけるように、見れるようになると、いろんなその PC の機能が分かるようになってきますと。で、CPU ですね。こちらの方にガクガクなっているのが、CPU は計算がどの、忙しい時と、楽をしている時と、もうガクガクしているというのが、CPU になります。要は計算する必要のあるものが多いと、CPU が圧迫してくるので、山が大きくなっていくと、そういったイメージになります。で、こちら使用率24%になっているので、まだまだ余裕があると
いうふうになります。で、私の CPU、今、Core i9、Core i7 ですね、の9700使ってますと。で、他にも、他の CPU 以外の部品もあるわけですね。そこと比べてると分かると安いと思います。で、代表的なのがメモリとハードディスクですね。こちらに、それぞれの部品のつながりを示しているんですけど、CPU とメモリがつながっています。で、メモリとハードディスクがつながっているんですね。そういった流れになります。今回、キーボードとか、マウスとかっていうのは全部省いてますけど、一番メインのその3部品かなと思います。で、このメモリとハードディスクっていうのが何かっていうと、記憶装置なんですね。要は CPU 計算する、CPU が計算する装置だという話をさっきのページでしましたけど、それに対してメモリとハードディスクはとにかく記憶する装置なので、立ち位置が違うと。大きくこのメモリハードディスクと CPU で大きく違いがあるっていうところを、まず、頭の中にざっくりと入れておいていただけると分かりやすいかなと思います。で、メモリっていうのはどの立ち位置かっていうと、CPU の、ある程度、情報を受け取って一時的に保存する、一時的なメモリなんですね。で、ハードディスクが長期的にメモリであると。だから皆さん動画とかってハードディスクに全部保存しますよね。なので、長期的にハードディスクに保存する。で、メモリっていうのは一時的な保存装置なんですよと。なので、こういった話をした時に、イメージとしてよく言われることとして、メモリっていうのが机の広さであると。 CPU が作業の速さで、メモリが机の広さであるっていうふうに言われるんですけど、要はメモリが大きいと一時的に置ける場所が増えるんですね。なので、 CPU たくさん計算回したいんだけど、計算回すためにはたくさんの情報がいるわけですよ。たくさんの情報を処理するんで、でもたくさんの情報を受け取れなかったら CPU 全力尽くせないですよね。なので、このメモリを増やしてやると。そしたら、一時的に大量のデータを保有できるので、そしたら、効率的にこう CPU に流してあげれると。で、 CPU の限界の能力まで引き出してあげれるっていうのが、メモリの、あくまで補助的な作用をしていると。で、ハードディスクはそのメモリがパンパンになって一時的に置けないってなった時に、ハードディスクに位置を移動するという流れになっているので、ハードディスクもあくまで補助的で、もちろん動画とか保存したいんだったら、ハードディスクを大きくする必要があるんですけど、あくまで補助であると。全ては CPU の補助であるということを、理解しておくといいかなと思います。というので、そのざっくりとしたイメージを持ったのは、タスクマネージャー見てみると、こちら CPU ガクガクしているんですけど、メモリ一定であるの分かりますよね。なので、要は今回作業はそんなにしてないので、メモリずっと記憶しているものが、ほぼ一緒ということなんですよ。なので、これが要は、いろんな、ウィンドウとかを開いてくると、メモリが高くなって、メモリの使用量が大きくなったりっていうのがしてくるというようなイメージになります。で、ハードディスクに関しては自分の、使っている容量によるので、0%0%になってますけど、ほぼ今、ハードディスクに保存していないというような、ハードディスクと今通信してないですかね、っていうような状況になりますと。で、あと、イーサネットの GPU って、GPU っていうのはそのグラフィックボードなので、今回は割愛しますけど、画面を出力するときに、綺麗な画面を出力するときに GPU っていうのが捕まりますと。イーサネットは通信ですね。ネットって書いてるんで。っていうようなイメージになります。なので、CPU のイメージはこれでざっくりとつかめてもらえたかなと思います。で、あと一応、補足として言っていくのは、速度、プロセス数、スレッド数、ハンドル数っていうのは、スレッドっていうのは、CPU がたくさん、同時で処理して、処理する、要素のことですね。一つの要素のことですね。なので、このあたり、ハンドル数とかもあんまり考えなくていいのかなと。プロセス数とか、速度ですかね。これの速さぐらいはちょっと見といてもいい。でも、どちらかというと、使用率が一番重要なので、使用率見ていただけるといいかなと思います。なので、例えば、どんなものを自作 PC とかするときに、どんなものを買ったらいいのかって考えるときに、まず基本的に CPU から考えてもらえばいいと思うんですね。今使っている PC のこの CPU の、使っている使用率っていうのを見て、CPU がこうマックスになってたら、限界なわけですよね。だから、もうちょっと余裕のある PC の方がいいなとか、そういったことを考えるわけですね。で、CPU はこのぐらいだって考えたら、メモリそんなに高くないんで、後から増す、後からこう何個も差し込んで何個も置くことができるんで、後で考えてもいいんですけど、CPU これぐらいに対したら、メモリはこれぐらいだなっていう目安があるので、そういったものを参考にしながら、メモリを選んでもらうと。で、ハードディスクに関しても後付けできるんで、そこは後で考えればいいかなと思うんですけど、動画とかだと、ハードディスクも大きめがいいかなとか、そういったのがこの、記憶装置であるっていうことと、計算装置であるっていう CPU と、そういったものを見比べたときに、ちゃんとした判断ができるようになってくると。で、この基礎的部分を知っておけば、自作 PC とか、自分で PC 何か、会社の PC 発注するだとか、そういった時に、ちゃんとした考え方ができるかなと。その、根本的に、重要な要素を守れずに考えることができるかなと思います。
はい、ということで今回 PC、CPU について PC のメイン要素である CPU についてお話ししました。で、CPU の役割は何ですかというと、そもそも PC っていうのがまあ計算機ですよと。で、その中の、CPU っていうのがコンピューテーショナルプロセッシングユニットっていう略称なので、まあ、計算処理装置という、まあ、要は CPU が計算をしてくれてますよと。まあ、だからまあ PC の計算機の計算してる部分っていうのが CPU なんだから、もうほぼ、CPU がメインでしょうということになります。で、まあ、全体で見るとこの、ここの部分に CPU がついてますよと。で、立ち位置としましては、CPU に対して、メモリハードディスクは記憶装置なので、まあ、ここに大きな境目がありますよと。で、まあ、CPU を基準として、まあ、何かを購入するときは CPU を基準として、まあ、メモリとかハードディスクという記憶装置がどのぐらい、まあ、あくまでこいつらは補助作用しているので、まあ、どのぐらい補助がいるのかっていうところをバランスを考えながら買っていくことが重要ですよと。あと、まあ、おすすめのタスクマネージャーを見てみると、自分の CPU だったりメモリですね、ハードディスクだったりの使用量っていうのが一括で見れますので、まあ、ここから得られる情報が多くて、まあ、CPU、もし今の PC が足りないかなとかっていう判断をするときは、この CPU の使用率っていうのを見てみるといいかなと思います。これが 100% になってると、まあ、ちょっと限界かなと。まあ、限界というか、まあ、ちょっと負荷をかけすぎかなというところで、まあ、CPU、まあ、100% でまあ重くなってたら、まあ、いい CPU に変更するっていうのも一つの手かなと思います。はい。ということで、今回、CPU についてお話ししました。まあ、かなり入門的な内容だったので、また、まあ、これで CPU についてざっくりと理解していただいた後に、もうちょっと詳細の内容についても、また動画で投稿していきたいと思います。なので、また次回も、ご視聴いただければ幸いです。はい。では、今回はご視聴いただきありがとうございました。